おはようございます。西田航です。電気そうかな。こっちの方がいいかな。おはようございます。西田航です。ええー、と、三月三十日土曜日いかがお過ごしでしょうか。前日収録しております。というところで、富山に来ております。あのー。山田写真製版所で印刷立ち会いですね。昨日は、えー、っと、まあ、アートディレクターの小池源さんと。 で、僕、そして途中からですね、えーとまあ、日帰りではあったんですけど、トンボ帰りではあったんですが、カ、え、ズ、ー、チャンネルのカズさんも合流できまして、3人で印刷立ち会いをできたっていう、えー、4月11日から始まります、写真展、写真イベント、LSKDay2 ですね。Day2 の写真集ですね、それの今、印刷立ち会い、印刷がすり上がってくるのを見て、わこの色いいですね、とか。 こここはこううかかなとかっていうまあ基本的にはあのプリンティングディレクターっていうねその印刷の色味を見るディレクターの高さんっていう方がいらっしゃいましてその人にまあ基本的にはもう音文に抱こでよろしくお願いしますって感じなんですがやっぱ現場でねその空気を感じる見るっていうことは非常に重要なので、えー、毎回今回特にねあの素晴らしい写真集なので絶対に見ておきたいということで伺ってきましたっていうところで、えー、素晴らしい写真集になるのが確定しました。 ので、ぜひね、4月11日から、えーっと、原宿にあります、アンノンカフェギャラリー、原宿にいて、我ら LSK、私、ドリキンさん、石井さん、そしてカズさん、常さんという5名で、えー、写真展やりますから、ぜひ皆様お越しいただけますと、えー、フォトフォークに参加しに来てください。今回は、みんなが LSK というテーマで、いろいろな美味しい料理ですとか、フォトフォークイベントとか、フォトフォークの企画ですね、ご参加いただくようにご準備いたしますので、えい、ー。 えー、企画、イベント制作中でございますので、楽しみにしておいてください。っていうところで、本日なんですけれども、えー、かずやさんおめでとうございます。ライカを購入おめでとうございます。ってところで、いや、昨日ね、動画も出していただいていたんですけども、タイトル、まあ、概要欄にも貼っておきますが、ライカを買わないと約束したな。あれは嘘だ。総額200万以上、ライカ M11 購入ってことで、えー、かずやさんもですね、あのー、黄金コンビであります。M11 とズミルクス。 のミリズミリクスの FLE2 ですねフローティングエレメント2 4 0ンチまで寄れるズミリクスドリキンさんカズさん瀬戸康史さん数々の皆様常さんもそうですね皆様がご購入いただいている、えーまあ、ある意味最上級の、えー、なんていうのかな、まあ、LSK セット <laughs> LSK セットでいいのかな <laughs> お買い求めいただいたってことでいやはや始まってますねカズさんぜひフォトウォークしてください カズ、えー、さんね、宇都宮にお住まいってことなんで、とはいえ、昨日あのー、それこそ、えっと、ライカストア行って、プロフェッショナルスタイ行って、いろいろ触りながら、いやー、考えますっていうふうに、まあ、ですよねっていう、あのー、カズさんね、まあ、だよなと思って、まあ、飯はご飯は食べましょうって言ってたんですよね、カズさんとね。で、ご飯食べに行って、まあ、2人でこうそば吸いながら、ね、カズさん、でもまあ、いろいろ、やっぱ、ライカって、 なんで、まあ、こういうふうな面白みがあるんでしょうかねみたいな、っていう感じで、こう、喋っているうちにですね、だんだんとかたさんも、うんっていう。どの、どこで何か決断をされたかはわかんないんですが、こう、天ぷらのせいろ、天ぷらそばを食い、買いますっていう。<laughs> あ、買いますかっていう。行きますかっていう。で、また、えー、ライカストアに戻り、まあ、さすがにね、レンズは、 えー、場合によってはね、その中古でもっていうふうなお話をされたんで、まあそこまでは、あとは結構本当迷われてたんですよ。そのスタンダードな、まあやっぱりまずはスタンダードなズミルクス、FLE2 ですよね、最新の。と、スチールリムも結構気になられてて、あの、オールドレンズで、あの、球面ズミルクスの復刻ですよね、1961年のスチールリム。もう気になってらしたんですが、まあ確かに変化球すぎるかなっていうところで、なんでもまずは一番ドスタンダードっていうのは僕もね、 かなりやっぱズミルクスおすすめできるんですよね。40センチまで寄れるっていうのが、やっぱ僕らって写真を始めます、撮って、一番最初にファーストシュートってやっぱりこのスマホとかだと思うんですよね。スマホって引きで撮ろうが寄りで撮ろうが絶対撮れるじゃないですか。それが写真って思ってる前提でやってきている中、やっぱいきなり70センチまでしか撮れないってなると、やっぱなんか不思議な気分っていうか、え、え、どうしようってなっちゃうと思うんですよね。それが一応 あの、レンジファインダーじゃなく、背面のモニターであれば40センチとかまで寄って撮れるっていうことは、こういう形で今目の前のテーブルフォト、食事とかも撮れちゃうわけですよ。まあなかなか難しいんですけどね。あの、例えば、あの、猫ちゃんとかになると、ポコちゃんとかになると、風さんと、ちょっと動いちゃうから、もう寄っててちょっと動くともうレンジファインダーっていうか、もう背面でもね、ブワって動いちゃうから、いやまあギブアップかなっていう。なので事実上、僕とかもなんですけども、40センチまで寄れるとはいえ、 1,000、まあ、枚取った中の4 0ンチまで寄って取ることって1,000枚分の20枚ぐらいかなっていうイメージなんですよねだから0.02%みたいなうーん0.2%ごめんなさい <laughs> もう今日疲れてあれだな <laughs> まあいいやまあとにかく少ないとっていう感じで考えると意外とねだんだん慣れてくるとそういったスチールリムとかになりますと オールドレンズの復刻なんで1メーターまでしか寄れないんですよ。ですから F16 枚絞り込んじゃったりしてパチッと取れば絵にはなるんですよね、全然ね。なのでもう僕とかもう本当にライカ使い出してからはもう全然しょあの寄,れ寄れる寄れないとかっていうことが全く気にならなくなりました。とはいえこの YouTube 収録は別で YouTube の収録になりますとこうやって物を紹介するのでこの 寄れるかかどうか僕の場合特にこの1カメだけで話して商品をこうやって紹介するので、よれるかよれないか非常に重要なんですよ。なんで動画に関してはもう絶対によれなきゃダメ。だから僕はキャノンのレンズが好きなんですよね。RF レンズってよれるんですよ、とにかく。最近のソニーの新製品、新しく出てきてる G レンズ、G マスターレンズはよれるようにね、今キャノンに対抗してってわけじゃないですけども、作ってきてるんですが、で、ブリージングもね、なるべく少なくてっていう。これはまあ今日 ZV-1-2 なんで、若干ね、ブリージング出てますけれども。 まあ、ブリージングモードを入れてないというのもあるんですが。っていうところで、あのー、本当にね、まさか和也さんい、男気出しましたね。本当になんか、しかも、なんて言うんだろう、視聴率低めの男気、男気のかショッピングみたいな感じになっていて、とはいえ、昨日動画も、概要欄貼ってる動画なんですが、いや、なんか、すごくポジティブに、ライカ、M 型ライカのことをお話しいただいてて、なんか嬉しくなっちゃいましたね。そのやっぱりこの、 あのやっぱこの所作と言いますか合わせてよしここだとかで今までそのまあミラーレス一眼でねトラッキングとか AI サーボ AI トラッキングとかって歌われてるけどあれピントって距離だけ意識しちゃえばなんかちょっとここだなって言って押せばあれ大体写真って撮れるよねみたいなこともおっしゃっててもう大きく同意というかそうなんですよ実はピントってほどほどでいいっていう F56 とか。 F8 とかも絞り込んじゃえばまあまあだよねって無うレンジファイター覗かなくても遠くのものだったら無限に合わせて一番端のこのなんか無限大マークに合わせてパチッと押せばもう絶対映るからだからわ空に鳥がいい感じに飛んできたと思ったらもう無限に合わせてそのままパッて押しちゃえばそれで映ってるわけですよねこれを覚え,覚え始めるとあれってだんだんとミラーレス一眼の 自分が撮りたい場所に、例えば空とかだと低コントラストになっちゃうので、バーンって物ノ乗っ抜けちゃったりするわけですよ。鳥がバーッと飛んできたけど、まあほとんどが空って真っ平らじゃないですか。グラデーションがないから、鳥が飛んできて、あ、いい場面と思ったけど、スコーンと抜けちゃってシャッターが降りなかったとかね。あり得るわけですよ。全然あり得るありますから、まあ特に増面操作でも厳しかったり、コントラスト F とかだとなおさら厳しかったりするので、そういった中、 もうライカとと先ほど言っったようにもうにに無限に押しときゃ絶対取れてるってるいうこの感覚をい一度得てしまうと、そこからミラーレスに戻ると、いや、まあ、便利だよね、と。便利なんだけど、いや、そこじゃないんだよって思う瞬間が、えー、取りながら2、3回出てくると、いや、もうライカでいいわっていう。逆に、ライカでいいわっていう。ライカがいいんじゃなくて、ライカでいいになってくるんですよね。だんだんとね。この辺のフレーバーというか、もう、ご購入されて1日2日のタイミングで、 もう気づいてらっしゃるなっていうのが感じてて、さすがでございますっていうところでございましたし、またね、本当に、あの、電光石火のお買い物だったわけですよ、カズさんが。そもそもが、えっ、ー、と、僕が出す前に、もう名指しで、要は、ドリキンさんに目をつけられたわけですよね、カズさんが。カズさんも、タイトルで、えぇ、ー、カチャンネル、え 5DS、ー、5DS かな、5Ds かな。確か、えっ、ー、と、 デュ,ュ,ュエルマスターズだったっけなんかそれの遊戯をから撮ってるっておっしゃってましたねあの昼食の時お聞きしたらそうそれでドリキンさんから直接もう <laughs> メンションつけられて風ズさんに物申すみたいな <laughs> もうすごい動画ドリキンさん出してたからまあ僕もそう言いながら独クサクに紛れておい,おいなんかおい動画で、えー、芸能人の方が えー、ライカを買うことについてみたいなところでちょっと和也さんのお話も触れさせてもらってたんですけどなので僕は結構後ろに隠れてたんですよどっちかと,いうともうドリキンさんがもう,もうバッチバチに「和也さん順番です」みたいな「あなたの番です」みたいな感じ出したので僕はそのドリキン先生というかドリキン師匠のまあなんか駒使いっていうかでっちのに「おい西田ドリキンさんがねサンフランシスコから西田ちょっと和也さんにあの何て言うのかなあのアテンドしてきなさいみたいな。 まあそういう感じです。だから僕は本当に、あの、和也さんにご購入いただく気はさらさらなかったんですが、やっぱりこうドリキンさんの圧がすごすぎて、どうしてもね、あの、まあ、和也さんをアテンドさせていただいたっていう状況ではあったんですけど、<laughs> ドリキンさんにもおられるのかな、これ、どうだろうな。でも、嬉しいですよね。普通に、まあ、僕らもライカ楽しいし、ライカが縁で、そろそろ LSK とか始まってるので、 だって気づいたらカズさん、常さんも昨日もだってこの富山で普通に福井のカズさんと会ってますからね。なんで、ま、わずか半年4ヶ月ぐらい前に初めましてでカズさんと会ってのにもう一緒に写真展するし一緒に <laughs> 印刷機のも横で印刷の出力一緒に見たりしてますからなのでカズヤさんもぜひ楽,楽しんであのまずはフォトウォークしたいですよね。なのでそ、えー、それこそまあ まあ手前味噌ですが、LSK のデイ2ですよね。えー、原宿の安ン,ンカフェ、あの、安納カフェギャラリー原宿で、えー、4月11日より21日までが我ら在庫しますので、なんとかスケジュールをつけていただきつつ、またちょっと、ちょ、直接、あの、まあ、LINE とかでもうお友達ですから、LINE、LINE つながってますからね。あの、和也さんともね、はい。<laughs> なんだこの謎の圧は、えー。っていうところで、あの、またご連絡差し上げますので、ぜひね。 あのあの原宿でフォトしてていたただけたらと思っていますまずはですね、えー、まさか和也さんご購入されるとはっていうところだったんですが本当に嬉しいですねあのご購入おめでとうございますっていうところで、えー、我ら LSK もみんなあのもう素晴らしいやったーってうようこそっていうふうにもう全面サポートでいろいろと今後の 不,安不満不安点を <laughs> あの何らかサポートしていこうと思いますので和さんもねライカライフを M 型ライフを楽しんでいただけたらと思っています。というところで今日も「スカイカ c a r d の美しさ」西りしたどうもー。